カズマのラジオにようこそ。はい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 。いやあ、始まっちゃいましたよ、みそのさん。始まりましたね。じゃあね、みそのさん、リスナーの方々に番組の趣旨を説明しちゃってちょうだい。はい、この番組は最近低迷している音楽業界をどうにか僕らの力で盛り上げようと、アーティストさんたちをゲストに招いて、そして応援をしていくと、ちょっと変えましたけれども、応援をしていく、そんな音楽番組です。はい、もう、今日一発目なんですけどね。一発目からこうカミカミでスタートするというね、いいんじゃないですか。まあそういうのも僕ららしいよね、うん、じゃあそれでは早速タイトルコールいきましょうか。いきましょう。カズマミソノのハードポップ酒場。いやここからの提供はシンガーソングライターの大塚和馬と美園正則でお送りします。さあ7月15日ということで、某ね復興大臣が先週辞任されまして、今週は気持ちを改めてですね、やっていきたいというところで、もう七夕も過ぎましたね。なんかカズマくんはお願いしました。七夕はお願いですね。僕そうお願いがいっぱい叶うようにお願いしました。ああ完璧にひねくれ者の発想だよねあのドラゴンボールだったらね、ドラゴンボールを増やしてくれ的なね。そうもっと願いがない。ピラフレベルですね。本当にひどい。いやウーロンよりひどい、ね。ウーロンよりひどいですね。さあ7月15日はですね、あれなんですって、ファミコンの日っていう日らしくて。ファミコンの日。あのどっちあの灰色い方それともあん小豆色の方。小豆色の方でしょう。多分1983年に、任天堂さんが家庭用ビデオゲーム機のファミリーコンピューターを発売した日だそうで。ファミコンギリギリ世代ですよね。僕らスーファミが割と全盛期だけど、スーファミが僕が小学生ぐらいの時ですね。僕ドラクエ3ファミコンでやってたな。ファミコン懐かしいな。やってた。何やってた特に。ドラクエ3と、あと鬼太郎。緑色のやつ。あーあれすっごいやった。でっ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 でやばい。来たよ来たの来たよ。ちょっちょっちょっ走ってる来たの走ってる。あとは先月 AKB の総選挙がありましたね。3位かの柏木由紀ちゃんが誕生日だそうです。ああ誕生日おいくつになられた。20歳かな。20歳。若いねやばいね。どうしようか。二十歳と付き合ったらとかちょっと考えちゃうよね。あの大丈夫ですか。みそのさんのブログ炎上しないですか。大丈夫でしょうね。この程度じゃ問題ないでしょうね。AKB でファンとか、ファンっていうかなんか好きな人とかいる。推しメンっていうの。そう推してるメンバー。あー推してるメンズじゃなくてね。メンズいない。ごめんなさい誰。僕はね、あの子です、あの高橋みなみさん。ああ高みなだ。そう、はいはいはい、高みなちゃんね。なるほどすごい背ちっちゃいんだよね。へえ150ちょっとぐらいしかない。はいけどなんか元気いっぱいな感じがさ。ど根性な感じ。確かになんかすごい元気だよね。俺だから好きな。あそういうみそのさんは。僕はねあのソネットかなんか出てる人、篠田さん。あー篠田真理子ちゃん。あの人なんか背高いイメージがあるね。あーモデルさんだからね。あーそうモデル出身なの。へえはいくつぐらい。確か僕らと同い年ですよ。タメ。そう25歳6だ今年、6なんだ。まだ制服着て頑張ってるよ。やばいね。俺ら制服着たらコスプレだよね。
似合っちゃうからね、彼女はね。似合っちゃうね、きっとね。うん、俺らちょっと危なくなっちゃうからね。なるね。そうそうそう。まあ、そんな日ということですね。はい。本日も、名言珍言。イーグルスは言った。鎖につながれて毎日を送りながら、自分の手の中に鍵があることに気づかないものがなんと多いことか。なるほど。いいね、深いね。深いね。鎖、自分を縛ってるその鍵を持ってるのも自分自身だっていうことだよね。そうだね。問いただせば大体答えは自分の中にあるんで。みそのさん、あの選択肢とかがいっぱいあったりしたらどうする？そうね、うん、結構迷うんだよね。じゃあじゃあみそのさんに、あの好きですって言ってきた子が2人いた、うん、2人いたらどうする？両成敗です。どうしようもないこの人。まさかそんな歌とか作ってないでしょうね。作ってるんですね。うわ最低ですよ。聞いてもらいましょうか。今イントロがちょうど流れてるくらいですよね。じゃあみそのまさのりで聞いていただきます。ブラインド。その日でブラインドでした。